スカフォグナトゥスは、ジュラ紀後期に、ドイツ周辺に生息していた翼竜。翼海長は、約90センチメートル。復元図スカフォグナトゥスには3つの標本が知られているが、その全てが、キンメリッジ海のゾルン方辺石灰岩産である。頭蓋骨におけるいくつかの顕著な差を除けば、全体の骨格は、ランフォリンクスに酷似している。 一例として、スカフォグナトゥスは、ランフォリンクスに比べてあまり鋭くない口先とより、大きい全眼下窓を備えた相対的に短い、頭蓋骨を持つ。その歯は水平方向ではなく、垂直方向に伸びている。これまでの研究では上顎に十8本、下顎20本の歯があるとしていたが、ベネットは、第三の標本である、SMNS59395 を調べ、 2004年に上顎の葉は16本しかなく、これまでの係数超過は、生え変わり途中の葉を間違って数えていたことによると発表した。スカフォグナトゥスの胸膜ンを原生の鳥類や爬虫類と比較することにより、スカフォグナトゥスは中高生だったことが示唆されている。これは夜行性だったと推測されているクテノカスマやランフォリンクスなど、 同時代の他の抑留との日地文化を示している可能性がある。ゴルトフスによる模式標本のズスカフォグナトゥスの最初の標本は最も初期に発見された抑留標本の一つで1831年にボン大学教授のゴルトフスによって記載されたが、彼は尾が保存されていない標本を間違えて、プテロダクティルスの紳士とし、テロダクトラスクラシロストリスと命名した。種名は、 ラテン語で、厚い口先という意味である。この標本は完全な生態になる直前の段階で、翼海長は0.9メートルほどであり、アイヒシュテット近郊のゾルン方辺の地層から発見された。1858年、バグナーはこの標本をランフォリンクス族に移動した。バグナーは、口先の形状がランフォリンクスと根本的に異なる点に注目し、 1861年になって科学先端の鋭くない形状を由来として、キリシア語のシグマカッパファイータ、船、ガンマニューシータ、アゴから、ランフォリンクス族とは別族の新しい族スキャフォグナサズ、と命名した。なお、バグナー以前にレオポルド・フィッツンガーと、クリストフ・ゴットフリード・アンドレアス・ギブルがこの標本に、親族名を名付けようとしたが、 すでに使われている名前だったため命名には至っていない。20世紀初頭にミュールハイムで2番目の標本が発見され、それが長いを持っていたことからスカホグナトゥスのくちばし口流ア目としての体制が確認された。スカホグナトゥスの第二標本は最初の標本より完全だったが、大きさは半分ほどしかなく、部分的にしか国家していなかった。 これらの特徴から第二標本は若年個体だったと考えられている。チャールズ・ウィンパーによる抑留の復元図。右がスカフォグナトス科キのランフォーリンクス科のクラドグラムはアンドレスメイヤーズによる大規模な系統学的研究の結果に従っている。ありがとうございます。